はい、こちらこちら。なんだね。日光猿軍団の次に川川の軍団といえば、なにわ男子だね。そんななにわ男子も脱退者がいるって噂だな。そうなの？ TikTok でその噂が流れてから拡散されたらしいぞ。どんな噂なの？西畑大吾、大西流星、長尾健との対処だよ。3人も？キンプリだって3人だろ。6月24日に脱退を発表するって噂なのよ。実際のところどうなの？6月24日の発表はない。でも脱退者はいるけどね。やはりこの3人なの？2人は当たりだけど、1人は間違ってんな。そうなんだね。流星と西畑は脱退確定ね。ってことは長尾さんは？長尾も脱退するよ。え？え？ただし道枝俊介を道連れにしてな。どういうこと？尻滅裂。TikTok で噂流したの。うちやでやでやで。